部、京都の少年は第3コーナーの坂をこれから下っていきます。さあ各馬動き出した、動き出した。さあ前の方、前の方はどうなっているんでしょうか。スマイルライトは後退している。黄色い帽子、前のトップガンが来た。前のトップガン、それから成田キングを外から差を詰めてくる。そしてダンスパートナーの黒い帽子が外から来た。ダンスパートナーの黒い帽子が外から来た。内へ息吹カモミヤクラでやります。スマイルライトは苦しい。トップガン先頭に立った。前のトップガン先頭、成田キングを、ダンスパートナーが外から来る。ダンスパートナーが外から来る。48年ぶりのキングは勝つか。さあ前のトップガン先頭、外からダンスパートナー、外からダンスパートナー来た。前のトップガン先頭だ。前のトップガン先頭、そして内の方へずっと東海パレス、東海パレスが突っ込んできた。東海パレス2番手、内から北海予想が伸びる。さあ先頭は前のトップだ。前のトップガン先頭だ。東海パレスが2着。前のトップガンついにやった。前のトップガンついにやった。田村誠希、右手を上げてガッツポーズ。前のトップガン、前のトップガンだ。神戸京都で2着を続けた前のトップガン、ついにこの地区の舞台で大輪を制しました。神戸は強い。さあ1コーナーから2コーナー、あまりペースは速くないようであります。先頭は当番の前のトップガンであります。そして2番手11番のアイルトンシンボリで第2コーナーカーブ向こう上面に入っていきました。3番手2番のタイキビリザード、そして皐月賞馬ジェニーインが現在4番手、その後方から外目をつきまして伊吹タモンヤグラ、さらに12番のアイリッシュダンス、そのアウトコースに成田ブライアントタケ、インコースを通りましてはロイス&ロイスであります。その後方白い帽子が見えている。桜千歳王と小島ふとし、そして千歳王のアウトコースに7番シアマゾンと中田であります。そしてその後方でありますが3番のゴーゴーゼット、1番最後から5年連続の使用のナイスネイチャーと松永です。さあ3コーナーから4コーナーに高場が差し掛かります。依然として前のトップガンが先頭、シアマゾンがスーッと上がっていく。前のトップガン先頭、そしてアイルトンシンボル2番手、ハイキビリザードがちょっと動いている。さらにジェニー、外目の方からは成田ブライアンがタケと一緒にやってきた。成田ブライアンがタケと一緒にやってきた。そしてその後方にシアマゾンであります。しかし先頭はまだ前のトップガン、成田ブライアン、タケ来るのか。さあ成田ブライアン現在2番手で直線コースになります。先頭は前のトップガン、さあ成田ブライアン来るのか。依然として先頭は前のトップガン、左道って入ったハイキビリザード3番手、さあ千歳をやってきている。シアマゾンにやってきているが、はい、前のトップガンか。前のトップガン先頭、さあ前のトップガンが1馬身から2馬身、2番手タイキブリザード、外から桜千歳を追い詰めたが3着止まり。菊花賞馬前のトップガン田原、鮮やかに逃げ切りました。先行逃げ切り勝ち。We'll be right back.
ますが、さあ10番が前のトップガン、3番が東海パレスであります。これを見るようにして2番の成田ブライアン、後ろからはサイレントトーキーと、それから萩野リアルキングがじわじわと差を詰めてまいりました。完全に平均ペースになった。さあ動いた、前のトップガン行った、前のトップガン、これと一緒に成田ブライアンも行った。さあ前のトップガン、有馬記念を制した前のトップガンが先頭に立った。昨年の年度代表馬、そして外から黒い帽子がスーッと上がってきた。スーッと成田ブライアンが前のトップガンの外へ行った、前のトップガンの外へ行った成田ブライアン。さあ問題は直線、成田ブライアン問題は直線、 400m であります。前のトップガンと、それから外から成田ブライアン、昨年の年度代表馬、一昨年の年度代表馬、大歓声が上がる阪神競馬場、大歓声が上がる阪神競馬場。さあブライアン蘇れブライアン、外竹の左向き、内から前のトップガン、ブライアン出た、1年ぶりの勝利か。内から前のトップガン差し返す。さあどっちだ、内か外か、わずかに外か。
問題の2コーナーを過ぎていく。サイレンス鈴鹿がやはり行った。サイレンス鈴鹿が先頭で4馬身から6馬身から7馬身8馬身一気に広げていく。稲妻鷹を抑えて2番手、そしてバブルガムフェローが続いて3番手であります。さらにその後ろでありますが6番のヤシマソブリンが続いています。君のついてローゼンカバリ、その間を割りまして青い帽子はグルメフロンティア、そしてエアグルーヴはここにいます。エアグルーヴはここ、そしてロイヤルタッチが続きました。隅をつきましてオレンジの帽子キングオブダイヤ、内からはゼニュー、さらにはグリーンの帽子新海運、そしてさらには、ホエイコスモスあたりも続いています。隅をつきまして MI ブラン、さあしかし画面の上ご覧ください、この差今58秒台、いくらなんでもこれは早すぎないか。川内宏、この差はどうだ、このペースはどうだ、果たしてこの中で岡部はどう動く。今年の秋の天皇賞をかき回すサイレンス鈴鹿、このスピード4歳馬が果たしてこのまま押し切るか。4コーナーをカーブします。さあバブルガムフェロー、バブルガムフェローは現在3番手、それからローゼンカバリー、稲妻カオインコース、さあ先頭はサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿依然として4馬身のリードを内が入った、左縁川内の左縁が入っている、内から安間ソブリン、さらにその内からゼニー、外からエアグルーヴ、エアグルーヴを背負うロイヤルタッチ、外からエアグルーヴが来た、エアグルーヴが来た、残り200、先頭はサイレンス鈴鹿、バブルをかわした、バブルをかわした、エアグルーヴか、エアグルーヴか、内からバブル、内からバブル、内からバブル、バブルか、エアか、バブルか、エアか、エアグルーヴ。しますね、本当に先頭行く10番のビッグシンボル、エイシン香港2番手、ノーザンプラリスタ、モノハイウェイ、ギガトン、この辺りかかりが、ああいった、桜ローレルどうしたんだ横山、さあ桜ローレルちょっとかかったかかった、桜ローレル青い帽子がかかった、ああ桜ローレルがもう2番手まで行ってしまった、これはどうなんでしょうか。これをマークするようにマーベルサンデーも動いた、ロイヤルタッチが白い帽子内にいた、さあそのうちにさらに前のトップがうまくいってるんではないでしょうか。この辺り第3コーナーの坂です。珍しく天皇賞にしては出たり入ったりの流れがちょっと乱れている天皇賞です。第3コーナーの下り先頭ビッグシンボル、それからずっと外を通りましてローゼンカバリー、マーベラスサンデー、前のトップガンは外に出した、腹面の白い馬10段前のトップガン4番前のトップガンが外に出して差を詰めてくると去年とは違う展開だ。桜ローレル、マーベラスサンデー、ローゼンカバリー、ロイヤルタッチ、さあトップガンこれから届くのかどうか、桜ローレルかわしてマーベラスか、桜ローレルとマーベラスか、ロイヤルタッチはかわしてマーベラス先頭だ、有馬記念とは違うぞ、桜ローレルがもう一度伸びてくる、大外から何か一頭突っ込んでくる、トップガン来た、さあ差し切るか、やっぱり三強の争いだ、さあ外をトップガン、内桜ローレル、変わった、トップガンだ、トップガンだ、トップガンだ、トップガンレコード3分14秒4レコード、ライスシャワーも3分17秒1のレコードを破りました。3秒も更新しました。たばらたばらの大コール、京都競馬場明暗がくっきりしています。